早速出ましたね。出ましたね。あ、復活。よし、いったー、あと一つ。気候なチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、シーサです。トミーです。さあトミーさん、今回、はい、なんと大阪府泉佐野市にやってきました。珍しいところに来ましたね。そうですね、大阪の発信も発信というところです。まあ結構僕大阪市内から来たんですけど、遠かった。遠長そうですね。で、はい、なんでこの泉佐野市にやってきたかっていうと、実はね、はい、この2021年の、まあ、一応予定では10月上旬頃に、なんとグランキコーナ泉佐野店さんがオープンするということで、ちょっとオープン前のホールにお邪魔してます。そうですね、はい、すごいホールですね。クビカです。なんかいろんなこうキコーナグループのお店見てきましたけど、その中でも本当に最新鋭の設備というか。そうですね、やはりグランってついてますから。ええー、ここはやっぱいつものキコーナとはまたちょっと一線を画したというような位置づけでなっております。でせっかくなんで、ちょっとグランドオープン前の店内の様子ではあるんですけど、後ほどね店内の様子もあの見ていただきたいと思いますので、そうですね、はい、グランドオープン前どんな雰囲気になっているか、うん、まあ、こちらの方も見ていただけたらと思います。さあそして、まあ、台数も1000台超える大型ホールでいろんな機種がある中で、はい、今回、はい、あえてのセイントセイヤ海洋覚醒。そうですね、はい、はい、そういえば打ってなかったなというところ で、はい、でまだまだね、まあ、ホールの中心機種というか人気機種になるのは間違いないので、まあ1回、まあ、どこで打っても機械は一緒なんですけど、グランキコーナ泉佐野店さんのセイントセイヤ海洋覚醒、ちょっとねどんな感じか見てみたいと思います。はい、はい、さあそして今回の実戦なんですが、2台とも設定6に打ち替えた直後なんで激アツです。まあ、設定6といえばね、はい、打ち替えただけでもまあ不屈だったりとか、まあ、高設定であれば GB レベルがねちょっと振り分け優遇されたりとかありますので、まあ、こちらを打ちながら、今回のミッションはどちらが一撃上乗せゲーム数を多く取れるか。ん、1回の上乗せゲーム数多かった方が勝ちですね。なるほど、はいはい、しかもですね、はい、セイントセイヤって言ったら結構長時間打つイメージあるじゃないですか、今回、はい、2時間勝負です。なので早く当ててたくさん乗せないといけない。なるほど、結構厳しい勝負になるかも分かりませんけれども、設定6のセイントセイヤ海洋覚醒見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。します。さあというわけで今回はグランドオープンを間近に控えたグランキコーナ泉佐野店さんやってきております。でやっぱりねグランドオープン前ということで店内かなり慌ただしく、もう非常にこう緊張感が伝わりますね。庭店長緊張しております。緊張しておりますか。はい、はい、というわけで今回ね庭店長と井上さんと一緒にちょっとねせっかくなんでグランドオープン前の店内の雰囲気がどうなってるか、この辺りを散策してみたいと思います。じゃあ店長ちょっとよろしくお願いします。あ、はい、わ、はい、かりました。ちょっとじゃああっちの方から見ていきましょうか。はい、お願いします。業者さんもすごいですね、やっぱり一生懸命作業さ、えらい細かい作業されてますね。せっかくなんでちょっと業者の方にもちょっと話聞いていいですか。はい、こちらどちらの業者さんでしょうか。どちらの業者さん。すいません業者さん。すいません、お忙しいところすいません。あ、すいません、すごい細かい作業されてますけど、これこの今この ビニールシート編んでます。今ビニールシート編んでます。1から今編んでる。だいぶ編み、ま、編み上がりましたけどね。そんな作業をオープン前にされてるんですか。はいはいはい。トミーさん、あ、何やってるんですか。一瞬の時作業があって、ちょっと出れるかなってところだったんですけど、あのエリアマネージャーからもう作業員になったんですね。はいはい、一応いろいろやろうかなすごいですね、結構なグループやっていこうかな。グランドオープン前にはエリアマネージャーも作業されるということですね。はい、というわけで今回ね、はい、あの泉佐野店さん来て、ええ、まあ、せっかく庭店長もいらっしゃったん で、ええ、ちょっと店内の様子をいろいろ見ていこうかなと思って、はい、なるほど、よかったらグランドオープンも結構経験されてるトミーさん、はいはい、一緒にちょっと回っていきましょうよ。いいね、よろしくお願いします。ヘルメットが似合いますねありがとうございます。もう本当なんか山奥の学生みたいな感じがしますけど島の中もせっかくなんで見ていただきたいんですけど、めったに多分見れないと思うんですけど、映して大丈夫ですか。大丈夫です、はい、あのまだ台が設置されてなくて、こう島はあるんですけれども、まあ、周辺機器だけ整っているという状況ですね。まあ、見たら分かる通りこちら拡大計数機ということですね。はい、拡大計数機のコーナーとなっております。拡大計数機のコーナーってことは箱を使うコーナーもあるってことですか。そういうことになります。また好きですね。はい、好き。なんでそういうことするのかな。僕トミーさんにもたびたび言ってるんですけど、はい、スタッフの方かわいそうじゃないですか。どうせあれでしょ、箱使うコーナーってバンバン出玉がこう積み重なるようなコーナーでしょ。はい、そうですね。そのあたりはどこになるのか、まだ後で紹介していただくんですかね。はい、あ、そうですね。はい、いや
大体予想つくけどな、うん、ほんと出玉見せるの好きですよね。出玉見せるの好きなんですいません。よっぽど自信がおありなんでしょうね。あ、広っ、中央通路めちゃくちゃ広い。ちょっと見てください、相当広いですよ。え、総台数何台でしたっけ。とりあえず1003台になります。1003台、一旦1003台でいきます。一旦1003台、はい、なんか意味深ですね、はい、ちょっとね。これ何ですか。こちらは、加熱式喫煙場になります。あ、加熱式タバコの喫煙場、はいはい、で加熱式タバコエリアもあるってことですね、はい、エリアもございます。愛煙家の皆様、アイコスとか吸いながら打てますよ、はい、ちょっと待ってください。ここなんかここがパーソナルじゃないですよ。どうやら、ここ拡大ケースがついてないコースですね。ジェットついてますよ。ほんとだ、北斗無双ガロ月光の旅人。これ個人的な見解なんですけど、キコーナグループさんって結構玉箱のコーナーと拡大ケース機のコーナー分けてらっしゃるお店多いんですけど、箱を使ってるコーナーはよそには負けんぞっていうこうなんか意地みたいなのが見えるんですよね、うん、ってことは箱のないコーナー、個人的にはいやここは注目なんだろうなっていう気がいたします。台数もしっかりありますしね。すごい、このジャグナビっていうんですかね、ジャグナビ4ですね、最新のジャグナビ4初めて見ました。キコーナグループ初です。これ見たことないですね、正直。なんか回るやつはね見たことありますけど、はい、あのぐるぐるドビが、これなんか8巻かで、やっぱりジャグラーシリーズの台数がすごい。こっちがマイジャグ3ですね、はい、であっちがSIM ジャグラーですね。 SIM ジャグラー、はい、SIM はちゃんと固まってるんですね、はいはい、めちゃめちゃ充実してますジャグラーシリーズ。これも台数見てもね、あのもう一押し機種になるんじゃないかなと思います。あと番長3ですか、この円形島、円形島に円形島が1、2、3、はい、これはこだわりのパネル揃えです。あー、ミサオパネルと、はい、間に対決を挟んでます。まあおしゃれですね、ちょっとこういうところ。なんかこういうのもいろいろ考えて多分されてるんでしょうね。と、ね、いうことはスロットコーナーは真ん中に番長3がドンドンドン、これ台数もかなりありますね。39台になります。番長3、39台、はい、こっち見てほしいんですよ丹羽店長、はい、5号機めちゃめちゃ残してるじゃないですか。そうですね、剥ぎ取りました剥ぎ取りました集めました。剥ぎ取られたお店がかわいそうになってきますけど、集めました。キコナあるあるですね、はい、あ、新店なんで、そうなんです、新店なんで泉佐野に寄せてっていう、どうしてもねやっぱり、ね、あるんですよね。設置機種こちらセイントセイヤ海洋覚醒が2、4、6、7台で、政宗2ですよねこれね。2です、6台、はい、あ、すごいすごい。ギルティークラウンもあって、まあ、バイオハザードのリベレーションズ、でこちらもね根強いファン多いと思います、うん、マジハロ5、そしてウルカセム AO という、はい、まあ、5号機も充実のコーナーになってます。はい、おあった、え、ニワ店長、はい、クレア多くないですか。いや1列クレアですか。いや多すぎますね1列クレアちょっとで、その背中もびっくりしたんですけど、はい、1列花火、はい、しかもこの花火ってなかなかもう今打てないですか、ね、これえ初代の花火です、初代の方ですね。ちょっとこんなこと言ったらあれですけど、10月のオープンでこれいります。まあまあまあそのあたりも後々のこと考えてらっしゃると思うんですけど、これ動くんかなってやっぱ思いますね。今はもうどんどんやっぱ撤去されてなくなってるんで、はい、そうですね、それがまだ打てるって、しかも4台もあるっていうのは、うん、そうです、まあ4の、まあ、まあ、あとは同じ、まあまあ、まあ、隣の花火も一緒ですね。そうですね、一応 B2 の方、花火で揃えたかったっていう感じですかね、はい、これ実は今日9月14日撮ってまして、まだ開店までちょっと期間があるんですけど、まだ公表されてないんですよ開店日っていうのが。あ、はいはいはい、10月頃オープンっていうのは聞いてるんですけど、10月何日開店っていうのは聞いてないんですよ。ただ僕ちょっと分かっちゃいましたね。あ、なんか、はい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 、なんかそういうことなのかな、はいはい、なるほどなるほど。1003台で10月オープンですよ、はい、秋の季節パチンコ行こうかなと思った時は10月誕生月間になりますんで注目してください。詳しくは、グランドオープン直後のグランキコナ泉佐野店さんに来て直接その目で見てみてください。グランドオープン予定は、ちょっと現段階ではまだ発表できないんですけれども、お知らせできれば動画の中に何月何日オープンというのを入れておきますので、皆様ぜひご注目ください。店長どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。井上さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと
制限時間2時間ということで、はい、よろしくお願いいたします。上乗せゲーム数の勝負なんで通常時はねそれほど重要じゃないんですけど、せっかくリセット後の設定力を打ってるんで、まあ、注目していただきたいのはまず最初のジェネラルバトルの GB レベル、うん、ここが一応6だと 20% 以上でレベル4以上選ばれますと、まあ、20% ぐらいでレベル4で 6% ぐらいでレベル5、まあ、90% っていうところですかね、うん、が選ばれるので、お、あ、これ多分朝一今日時計ステージ行きましたけどリセット後なんで当然まあ降格の移行のチャンスがありますと、で日時計ステージ降格行った直後の強チェリー 50% です。すごい、あっという間、こんなんでねジェネラルバトル行ってレベル4とかレベル5が選ばれてたら最高ですよ。であとはねリセット後なので不屈もどれぐらい持ってスタートしてるかっていうところも注目だと思います。まあだから結構せいやはリセットさえかかってれば低設定でも朝一は美味しいっていうイメージですよね。ただやっぱ高設定とて出ないっていうのがね、そうなんですよ、やっぱりあるのよね。ゲーム数の振り分け、規定ゲーム数の振り分けはね6だからこう軽いとかっていうのはあんまなさそうなんで、やっぱ6でも900以上のハマりを食らってしまうと、そうですね、いうことはありますよね。だから結局いかに朝一 GB レベルや不屈を持ってスタートできるか、あとはコスモポイント1000ポイントからの当選を持ってこれるかっていうところが大事だと思いますね。わーしゃー、おお500、大きい大きいです。僕500見たの初めてかも。500の時は一応内部的に確か456とか出る抽選もあったと思うんですよね。ああ、もうすごい、もうこれはあの聖夜で激アツなんてめったに出ないですからね。いやすごい、これはもう当たるやつですよ。はあ、やべえ、シーサーさんの引きやべえ今日。いやタイミング合いましたね、強チェリーの、いきなりもう安心ですよ、大丈夫です。はい、赤タイトルになりました。はい、チャンスアップも出ました。うわ、いや早かったな。はい、開始37ゲームです。いや6は違うねって言いたいところなんですが、ここはもう降格中の強チェリーが刺さったというところでしたね。であとはまあ一応不屈がマックススタートっていうパターンもあるみたいですけれども、それはほとんどないと思うのでジェネラルバトルのレベルがいかほどか、ここが大事ですよね、うん、これでも上乗せゲーム数勝負なんで早く当てたからって別に、あ、そうなんですよね、別になんじゃないんですよね。ただ ART に6とはいえ入れれない可能性はあるので、2時間ART には早めに入れたいところですね。さあ行きます。さあジェネラルバトル 60% ということでバイアン登場ですね。レベル2のスタートでした。まあ、あと高設定はその負けた時に一応上がりやすい、他の設定よりも低設定より上がりやすいっていうのがあるんで、まあ一発目ダメでも次に期待というところですかね。ただ勝ちたい、ここは。さあファーストラウンド、ここは聖夜の先制攻撃突破になります。強チェリー来い、あー弱チェリー、ふー、ラウンド2聖夜、あー、怖い。お、あ、でも中攻撃ダメか、立て、はい、あ、復活、お、復活か、次回の GB レベル4以上、あ、
カノン UK で復活しなかったので次回の GB レベル4以上です。これは熱いです。すごい、この辺りは高設定っぽいですよね。多分次でセイントラッシュいけるんじゃないかな。グランキコーナー泉佐野店にも8台、はい、設置されてるんで、はい、まあ既存の大阪府のキコーナーからもうえりすぐりね。ですよね、今だって新しく買えないですよね。買えません買えません、はい、ですからまあ本当に数ある大阪府のキコーナーの屍の上に立つこのこれはニア店長もちょっとプレッシャー半端ないですね、だって1台でももったいないですからね外すのは。そうですね、これ多分お店としては1000や1台持っていかれるぐらいならもう好きな6号機10台持ってもら持って行ってもらった方がいいぐらいの価値があるかもしれません。そうですね、今ではね。そうですよね、それはそうですよね、6号機は買えますもんね。それは最後までやっぱり引っ張りたいですしね。でまたやっぱ千夜がある店に行くっていう方多いですからね。ただ私がサヨンさんに一つ物申すとするならば、おお、これリールとボタンの位置がずれすぎやろっていう。わかります、これ押し間違えるときあるんですよ。ここ、ね、あのちょうど中リールの下に左ボタンがあるんで、ね、これもうちょっとこっちだったら、ね、何枚か多分これで損してるんですよ。ですですです、これはね僕も何度か思いました。あ、よかったよかった、あ、私だけじゃなかった。いや同感ですねこれは。あ、よかったよかった、確かにこれはちょっと最初打ちにくかったです。ですよね、はい、うんうんうんどうした。おお、私も出しちゃいました。これコスモポイントですか。そうです。あ、やっぱコスモポイントからの当選率もね1と6で結構差がありましたんで、ねね、6で 24% ぐらいでしたかね。素晴らしい、ちゃったっすね、多分当たりますよ。せいやが激アツで外れたの見たことない。ダン、これはもう完璧ですね。完璧ですね。アイオリア、あー赤文字も出た。はい、まあさすがに、いややっぱ6は違いますね。違いますね、6は違いますね。いや早いっていうかなんていうか、まだまあ分かんないですけど、まだ、はい、やっぱ分かって打つと安心感が半端ないですね。確かに。お、赤だ、強チェリーじゃないですか。はい、継続ストック、うまタイミング、いやーいい。うわーいいなー、気持ちいい。クリシュナ、まあ1回目はもちろん継続ですからさっといきましょう。レベル1ですよね、 50% ですよね、はい、まずいな、うん、でもそこ突破したらかっこいいな、ね、うわー、赤、あ、チャンス目ならワンチャンか、しかもマハローシリー、あー、おー、高設定した、早速出ましたね。出ましたね、あー復活、おーし、いったー、あと一つ、今のは美味しい、終了画面も見れて復活をした、よしよしよし、あ、シリュウだ、よし、シリュウはまあ高設定の示唆プラス設定2以上の期待大、そしてバトル継続の可能性アップ、よし、これは熱いよ、熱い、しかも聖夜から、よし、これいっちゃうんじゃない、いや、いけますって、おマハローシリー、
おーっともう一丁、うーまだ分かりませんよ。出る出る、あー残念でした。あーいやー、いけそうな流れでしたけどね、やっぱりレベル1は甘くはない、きつかったですね、甘くはない。おー、ちょっといや複雑 6角ですけど GB レベル4ということで 80% のバトルになります。絶対突破、おーいった、まさか、おーあと一つ。